ドライケルス、今のは？久しいな、リアン。あの頃のまま。いや、美しさに一層磨きがかかったようだ。 どうぞ。
アッシュ君、みんなもよく無事にたどり着きましたね。シドニー君から連絡されてさすがに驚きましたけど、本当に良かったです。改めて私にも詳しい話を聞かせてもらえますか？
おっと、そこまでだ。また会ったな、新七組。懐かしい顔もいるみたいだが、同じトールズ出身同士、よかったら少し話でもしていかないか。待ちたまえ、クライスト君。何ですかではないだろう。私の客人に何か用かね。それとも先ほどの協定、早速保護にするつもりなのかな。俺も立ち会った以上、見逃すわけにはいかねえぜ。申し遅れたね。私はヴィンセント・フロラルド。フロラルド伯爵家が長子にして、トールズ始まって以来の愛の狩人と謳われた貴公子さ。
なんとか見つからずに済んだが、しかしこの状況、なんとかできないものか。7組、アッシュまでいるのか。あなた方、こんにちは。急に声をかけてごめんなさいね。学生さんかしら。こんなご時世に山歩きでも。ブリア方面から動力者で来ていてね。ちょっとした仕事というか、はあ、そのあたりでルーシーさん困ります。相談なしに現地民と接触されてはそうだったわね。でもこの子たちちょっと気になるというか。
なんだか賑やかですね。いけませんよ、喧嘩は。ここは旅人の憩いの場なんですから。この休憩ロッジの管理人をしているエーデルです。トールズ士官学院園芸部元部長、旧7組の1学年先輩になりますね。これでよしっと。いいのかな、私だけ。